見ました。サンドイッチマン好きです、富澤さん。ネタも面白いし、なんかコメントもなんかあんまきつくも言わず、でもなんか褒めすぎずみたいな、なんかうまいなと思って。マツコさんとか他のテレビ番組とかバラエティとか見てても面白いから、辛口コメントとかも知ってるから、ちょっと見てみたいなっていうのがあります。いや毎回ちょっと見てます。やっぱダウンタウンの松本さんですかね。やっぱ日本のお笑い界の代表ぐらいの人だと思う。まあ今実際もまだ芸人としてやってる方なんで、なんでやっぱ芸人自体気持ちわかるんですよね。結構熱入って、まあ、批判はしちゃうんじゃないかなってところはちょっと思います、ね。ちょこっとだけダウンタウンのまっちゃん大物だから。でもマツコさんとかでもいいと思う。マツコさんとかでもいいと思う。面白そうだよね。あんま見たことないですけど、でもまっちゃんがいいと思います。まっちゃんっていう、それは知ってます。いやでも正直、でも見てる人がもう全部選ぶでいいんじゃないですかね、きっと。だってもう今もうポチポチでできるわけじゃないですか、ね、これでやったら多分偏ってるんで、ね、見てる人だけで選べるのであればそれの方が一番いいような気がしますけど。見ました。なんかその批判してるのを直接見たわけじゃないんであれなんですけど、なんかでもトロサーモンの久保田さんはああいうなんか物言いをするから、でもやっぱり言い方って大事なんだなって思いました。個人的に好きなのはサンドイッチマンの富澤さんが、コメントとかもすごい分かりやすかったし、そのいいところをちゃんと褒めてたっていうのがすごい良かったなって思います。